どうもこんにちは、ナッチでございます。本日は8月の26日ですね。1年前の今日、モンハンコラボが復刻しまして、現状最後のモンハンコラボとなっております。もうイベルカーナ事件から1年ですよ。早いですね。ということで今回はね、モンハンコラボのキャラを使っていきたいんだけど、僕はね、このネルギガンテのリーダースキルが、ね、許せない。ネルギガンテのリーダースキルっていうか、この強化ドロップを含めてっていうリーダースキルが許せない。強化ドロップ含めて5つ消しした属性が4倍っていうリーダースキルなんだけど、どう考えてもさ、このさ、L 字とかの介護ガンじゃん、これ。そう思いません？まあ、L 字だったり、こちら、エリザベスが持ってる闇5個以上つなげて消すとダメージを半減。この辺のね、完全介護ガンだと思うんだ。なんでかっていうと、まずドロキョウが必要だし、覚醒無効されたらドロキョウ降ってこないし、まあ、闇変換されたらもちろんダメだし、ちょっといろいろ弱点が多いんですよね、このドロ強系リーダーはね。最近あんま見ないんだけど、読みドラも確かそうかな。原点辿ったら本当にハンターハンターのカイドとかになりますけど、ちょっとこのリーダースキル納得いかないんですが、今回はだからあえて使います。ネルギガンテとミラボリアスっていうね、もう完全に環境1年前のキャラクターたちを使ってみます。で、一応裏異形は確かネルギガンテじゃなくてミラボリアスで勝ててるんで、1年前に。今回は烈海に行ってみたいと思います。裏烈海は多分やばいんで、てか裏烈海勝てたら別に復刻しなくていいんで、強いってことですから。烈海行ってみましょうよ。さあどんな感じかね。言ってもミラボリアスは HP2 倍に軽減があるんで、割とね、時代を先取りしてるやっぱキャラクターではあったんだよね。そこがモンハンコラボの特徴でもあったんだけど、まあ、そんなモンハンコラボもね、もう1年経っちゃって、最近ではね、もう見るキャラクターそんないませんから、ほとんどいないかな。ミラブレイドですら最近使いませんからね。このパーティーはね、 L 字がたくさん欲しいんでつけてますけど、ミラブレイド見なくなっちゃったよね、いつの間にか。なんか硬くない？なんでなんでなんで？ドロキョウなかったとかそういうオチ？ちなみにこのパーティーね、ドロキョウ 100% じゃないんですよね。まずいよね。まずいけどそんな枠はなかったんだよね。このリーダースキルでそんなことがあっていいのかって感じではありますけど。一応ミラボレス悪魔キラーついてますね。悪魔タイプにダメージが与えにくいわけではないと思うんですけど、やっぱドロキョウがなかったんかな。昔で言うとね、耐性武器って言ったら本当にモンハンコラボって感じだったんだけど、最近はなんかその辺のコラボの方がさ、耐性優秀だし、石10個使わずともね、なんなら交換所とかでもね、そこそこ優秀な武器とか手に入っちゃいますからね。まあその辺を考えても、ちょっとモンハンコラボさん、この辺で復刻してほしいなと思います。まあ、もしくはもうちょっと貯めてからね、復刻してもらってもいいんですけど、まだまだ来るとは思いませんけど、新しい闘技場とか実装されて、まあその新しいギミックとかのね、新しいギミックも想像はしたくないけど、そういうのの先取りとしてね、実装されてもいいですよね。ここはちょっと安全にこれでいくわ。繋がっちゃった現象怖いな。降ってくるんかい。目覚め意外とバカにできませんね。いいですね、この量。ここでエンハンスを使っていく。意外とやりたいことはできてます。消せないドロップとドロキョウが 100% じゃないぐらいかな。怖いポイントはドロキョウ 100% じゃないが一番やばいと思う。絶対にやばいと思う。お前はやばいと思う。ちょっと待って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 。めっちゃネルギガンテ使いたいやん。指短いやん。3.33。それはやばいやん。一旦ここは何もできないやん。消すなよ。回復消すなよ、せめて。OK、平和。いいね。あの、列生成の方だったらやばかったかもね。もちろんね、追い打ちは組まないといけないんでね。
泥気を含めて消さないといけないけど追い打ちがあるとかだったらいいんですけど、ただただ泥気を必要なだけですからね。果たしてこれが修正されんのかね、もしくは泥気は突き通すけど強化されんのか、気になるところではあります。ちなみに、来月の頭9月6日ぐらいに、モンハンのね、まあ、現状新作最新作が1年を迎えるんですけど、そのタイミングでワンチャンコラボねえかと思いましたが、フェイトがね多分今週末ぐらいに来るんですよね。わからん、まだ引っ張るかもしれんけど、かといってモンハンの新作までお預けですわね、途方もないしね。プレステ5が発売されてからそんなすぐ新作出るとも思えないし、どうなることやらですよ本当に。絶対無理、絶対そんなコンボ組めません。一応挑戦はしてみますけど、 L 字必要なんですよこっちは。10コンボ組めて何ですか、落ち込んゲーですからね、そもそもね、コンボ加算ないから。はい、ありがとうございます。ただここで延長を使うわけにはいかんのですよ。なんでかっていうと、次にまたね短縮野郎が出る可能性があるんで、野郎ではないな、短縮おばさんが出る可能性があるんで、まだ使えないんですよね。言ってここも4秒短縮か、裏もっと短くない？絶対に延長使いたいイメージがあるんだけど、秒数とかから変わってる感じかな、裏と表って。ほら来た、そうこの人がいるから使いたくなかったんですよ。ちょっと倍率がやばいですね。 50% 以上ないと一応ネルギガンテの倍率が出ないので、一応これは使いますが、良くない状態ですよねこれね。つまり片方の倍率で頑張ってくれ、ミラボレアス倍率頑張れ。頑張った、よくやった。意外と裏と表って差があるんですね。あ、こいつに根性ないんだとかさ、こいつあれしないんだとかね。修羅がさ全然変わんないじゃないですか、奇跡が追加されたぐらいと目の輪の行動変わってるぐらいなんで、まあそのイメージのまんま劣化とかやるとちょっと違和感感じるかもしんないですね。言って劣化も早かったけどな裏実装な、早かった記憶あるぞ確か。でここで無効感を引くとやばい、引きましたね。無効感むずいと思うんですよね。今この盤面だからいいけど、ミラボレアスでいいか。確か76だと生成量増えるよね、ですよね。これはお得だ、76だからいいものの、L 字プラス無効感ってね、ドロップ数相当必要だし、通常盤面だったら盤面えらいこっちゃですからね。光と水逆やったー。格好悪いですよ、そういうミス。玉ドラこれなんだ。そうかそうか。まあさすがにこの難易度で毒耐性とかないか。あいつらが実装されたから、裏が早かったのかな。その説はあるね。もう全然その辺覚えてないけど、その説しかないね。エレメにチェンジされてね、光闇同時が必要で、光が欠損しててね、こんな感じになってしまっていますが、無効感をぶち込んでやりたいと思います。この程度とはと言ったな、てめえ。滅びんのはてめえだ、可愛い耳つけやがって。やばい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 、それはマジでやばい。根性あるんかいこいつ。しかもあーこれはやばいですわ、間違いない、間違いなさすぎてやばい。ちょっと待てよ、とりあえず短縮消すやん、これ使って。で目覚めつけるやん、で
でどうするだよな、色待つしかないか。ちょっと待てよ、そいつはやばいぞマジで。追い打ちを組みながら無交換しながら L 字ってそもそも可能なの？不可能ではないか。不可能ではないけど相当難しいことを要求されてますよね。なんならこのルーレットがあるうちにやった方がいい説まである。いや無理だ、 L 字を組むまでの余裕はねえわ。どうするべこれ、積んでない？さすがに積んでない？そんなに色が降ってくるとも思えないしな。ちょっとミラーブレイドがたまんないと絶望的ですよ。しかし貯める手段もなければ。たまって、この盤面はやばい、この盤面はやばいけど、相手はね根性があるんですよ。根性が良くないですよこれ。なんかいけそうでいけないですよ。なんならこれ使えないしね。いやーミラーブレイドが使えたらな、マジでも結局そうか、回復も必要だからやばいのか、やばいことに変わりはないのか。そもそも L 字分ないのか。そうか、嘘でしょ、そんなことがあっていいの？それ追い打ち組んでたらめっちゃかっこよかったよ。あれあれあれ、なんか延長戦突入。その銃口どうなったのよ。光が灯った銃口はどうなったのよ、あんた。ちょっとあと1なんだけど、これで次発狂してきたら悔しいよね。結局ダメなんだよな、色がないから。ないとは思いますが、発狂しないっていうルートがあると信じて回復は取っとくわ。追い打ち分取っとく作戦で。ないと思うけどね、どうせ発狂だと思うんだけど。やるんかい、遅延もするんかい。ちょっとこいつで耐える作戦はありだったかもね、逆に。あれは無理だわ、いたわ無交換で追い打ちも必要なやつ。まあちょっとミラボレアスの弱点ではありますね。なんでまあネルギガンテに追い打ちとかついたら熱いよね。ちょっと文字数的に入るかわからんけど、そもそもあいつに当たんなきゃまあ全然勝てそうな感じではあった。こいつらがそんなにね弱くないのか、もしくは表列界がそんな難しくないのかっていう感じではありますけど。であんまりあの泥鏡が不便だなっていう感じもしなかったね。まあ、ちょいちょい泥鏡がなかったのかっていう場面はあったけど、まあ、それも 100% にしたらそんな問題ないと思いますし、っていう感じですかね。思ったより戦えたね。はい、まあ、ただちょっと武器がね悲しいことになってますので、最近それ含めてね、いつか復刻あるといいなということで終わります。以上ナッチでございました。バイバイ。